その方たちの撮影に向かいながら一緒に、避難道路に向かいました、避難して山の方に上が高台に上がっていく道路があるわけですね、はい、そしてこれ津波が襲ったのはだいたい揺れてから何分後ぐらいですか。30分はかかっていないかな。30分かかっていない、はい、大体3時10分前後なんでしょうか、はいはい、この雪崩、海水がこう街を飲み込むように入ってきましたけれども、この時の感じというのはどういう感じなんでしょうか。ものすごい、音と、はい、そしてご覧のように土煙というのが上がりましてですね、はい、中にはあの車の中に取り残されたまま流された、はい、人たちの姿も確認できました。ああそうですか、はい、あのほとんどこれを見ていますと木造の家屋はもうひとたまりもなく、はい、そして鉄筋の建物だけが残っている。ああ避難している子どもたち、はい、泣いてますね。はい、そうですか、うん、この高台を避難してその高台からその町が飲まれていく様子を見ながら釜石駅前では腰のあたりまで、はい、腰のあたり、しばらく浸水してみました。はい、街がまさに津波に飲み込まれていく様子、柳田記者もこれレポートしていますけれども、はい、これ高さでいうと建物の何階ぐらいまで来てますか。この段階室内に水が侵入してもうダメになっている、うん、以降は、まあ、水は来ましたけどガラスは割れてない状況で、じゃあ2階の上ぐらいまでということですから、はい、まあ、普通の感覚で計算すると 4,5 メートルというところでしょうかね、はい、あこれビルの屋上に避難している方もいますね、はい、中には救出された方もう降りようにも降りられなくなった方ですね、はい、この高台に上がった方というのはこの後あの決められた避難所の方に